マリオデルイコールモナコ、マリオデルモナコ、マリオデルモナコ、1915年7月27日、ガエータ1982年10月16日、メストレは、イタリアのメーテノール歌手、テノーレドランマーティコ、ガエータ生まれ。日本以外では、フィレンツェ生まれとされているが、来日時のインタビューで、マネージメントの都合でフィレンツェ生まれとされたが、実際は、ガエータ生まれである。 と発言している。ただし、事前にもある通り、本人の記憶で一番古いものは、フィレンツェでのものである。ペーザロの音楽院にて A メロッキに声楽を学び、1937年には、トゥリオセラフィンに招かれ、ローマ歌劇場で検算。1941年に、ミラノで、プッチーニの、蝶々夫人でピンカートンを歌って、初舞台をむ。その後は、 イタリア軍に徴兵されて一時活動を停止したが、戦争終結後すぐ活動を再開。1946年には、アレーナデベローナでのアイーダのラダメス役で大成功を収め、同年のサンカルロ劇場の引っ越し公演で、ロンドンのロイヤルオペラハウス。1947年には、スカラザ。1951年には、メトロポリタン歌劇場。1957年には、 ウィーン国立歌劇場にデビューした。その間の1950年に、ブエノスアイレスのテアトロコロンで、後に、彼の代名詞となるベルディ、オテロを初めて歌い、1972年のブリュッセル、ベルギー王立歌劇場での公演、共演のリッチャレ・リにとっては、デズデーモナの初躍であったまでに200回以上も、同役を歌っている、427回歌った、としばしば語られるがこれは、 若干の故障を含むようである。1963年12月には自動車事故に遭遇し、その後約1年もの間休養を余儀なくされた。1970年代以降は、声楽教師活動への比重を高めたが、1982年10月16日に心臓発作により67歳で没した。息子はオペラ演出家、クラウディオは建築家として活躍した。 弟子には、アントニオ・カランジェロ、マウロ・アウグスティーニラがいる。黄金のトランペットと呼ばれた、輝かしい声を持ち、ドラマティックな役柄で高く評価された。代表的な役としては、マンディーコ、ベルディの、イルトロ・バトーレ、ラダメス、ドー、アイーダ、アンドレア・シニエ、ジョルダーノの、アンドレア・シニエ、カニオ、レオン・カバドの、ドー・ケシュなどが名高いが、中でも、ベルディの、オッテロの、 タイトルロールは特に評価が高かった。ジョルダーノのアンドレア・シェニエについても、生前のジョルダーノから直接レッスンを受け、私のシェニエと記された作曲家のポートレートを送られるほど高い評価を受けている。1949年のスカラザでのジョルダーノの没後1周年記念公演では、デサバタ式のもと、テバルディと共演している。彼の中心となる活動機は、 LP レコード録音の発展期にあたり、また、専属契約を結んでいたデッカが、オペラの録音に、熱心なレコード会社だったか、多くのオペラ録音に参加していた。この時代の録音は現在でも、十分に日常的な音楽鑑賞に応える。レナータ・テバルデをはじめとし、ジュリエッタ・シミオナーと、エット・オレ・バスティア・ニーニ、アルド・プロッティ、チェーザ・レ・シエピなど、 当時の大歌手たちとの録音を数多く残している。一方で、現代よりも、はるかに厳格な専属契約がゆえに、レコーディングでは、他者の魅力的な歌手とは共演できなかった。それゆえ、レコードによっては、デルイコール、モナコだけが突出し、他が明らかに見劣りするレコードがあるのは否めない。後日のイタリア歌劇団による、オテロのライブがある意味、 奇跡と言われるのはそのためである。共演したティートボッビは EMI の専属だったからである。日本には1959年の NHK 主催の第2回イタリアオペラ公演で初来日し、オテロ、オテロ、カルメン、ドンホセに出演。戦後芸能史物語、朝日選書は日本の大衆が受けたカルチャーショックの大きさをそのまま伝えている。 現在まで全てのジャンルのあらゆるアーティストの来日公演でこの衝撃を超える物穴とする評価もある。以後1961年の第3回アンドレア・シェニエ、シェニエ、同化師、カニオ、アイーダ、ラダメス、アンジェロロ・フォレーゼとのダブルキャストと1969年リサイタルにも来園した。1963年の第4回イタリア・オペラ公演でも 来日の予定、トロバトーレ、マンディーコ、西部の娘、ジョンソンだったが、内臓疾患によりキャンセルしている。また、1956年の第1回イタリアオペラ公演にも出演予定だったが、直前に13歳の少女と駆け落ちをして、スイスに行き、イタリア諸劇場の出演をすっぽかしたため、イタリアへの入国が禁止となり、その問題が大を引いたためキャンセルになったとも言う。 来日の際には、飛行機より船を選び、喉に幾重ものマフラーを巻いて、大事な喉を守り、客室でじっとしており、その間の用事はすべて夫人に任せていたという。また、お手入の初日では、緊張から出番直前まで、金縛り寸前の状態になり、夫人が、着付けのウイスキーを飲ませて正気に戻らせた後、堂々たる、第一声を発している。公演後に開かれたパーティーにも出ず、 ホテルの部屋にこもりっきりだった。道家市では、以前から有名なアリア、衣装をつけろの後の泣きの演技、演技とあるが、デルイコールモナコの場合は、実際に泣いてみせるのであるが評判であったが、イタリアオペラ公演では、フライングのブラボーの大歓声に遮られ、仕方なく泣き真似をするしかなかったと言われている。また、アンドレアシェニエでは、 第4幕のラストシーンで突起物につまずく場面、この模様は DVD に収録されているや、マッタレーナ役のレナータ・テバルディと共に弾頭大器の馬車に乗ろうとした際に、馬車が勝手に動いて、危うく取り残されそうになったこともあった。この第3回の来日では、オペラ公演の他に特別演奏会、1961年10月24日に飛び入りで出演し、 おう、オそれ、みよう、ピアノ伴奏、還元楽伴奏の楽譜が用意されていなかった。ピアノは、ジュゼッペ・モレッリで披露している。なお、飛行機を嫌がったり、出番前に、極度の緊張に襲われるのは、この来日の時だけではなく、各地の公演では、いつものことだった、言われている。その際には、いつも、自分はもうダメだ、この舞台では失敗するだろう。これが、 最後の舞台だなどと口走っていたという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。